ブラギとその妻、イズンを描いた19世紀の絵。ニルス・ブロメールがブラギは、北欧神話に登場する詩の神。スノーリストルルソンは、三分の絵ただいい一部、ギュルビタブラカ詩において、オーディン、トール、バルドルに次いでこのブラギについて語っている。ブラギはその知恵と、流暢な会話と言語の技巧とを知られている。彼は、多くのスカルド詩を知り、後に、詩は、彼の名を取って、 ブラグと呼ばれ、他者より卓越した雄弁を有する男性、もしくは女性は、ブラグの男、女と呼ばれる。彼の妻はイズンであるさらにスノリは、同、第二部、守護法でこう書いている。ブラギを、どのように呼ぶべきか、イズンの夫、最初の詩人、長い顎髭の神、顎髭のブラギ、オーディンの息子と呼ぶナオコの、守護法自体が、ブラギが渡つみ、エイギルに、しのぎ法を解説する。 会話体のスタイルで書かれている。シノエッタのグリームギルの言葉第44節において、ブラギは詩人の中で最高であると説明されている。シグルドリーバの言葉第16節では、ルーン文字を彫るのにふさわしい場所の一つとして、ブラギの下の上が挙げられている。ロキの口論においては、エーギルの従者を殺して追い出されたロキが舞い戻ってきた際に、ブラギは、 神々が、ロキに与える席はないというが、ロキはオーディンに、私とお前は血を混ぜて、ビールを味わう時は二人一緒だと誓ったではないかと、迫ったので、オーディンは、ビーザルに、狼の父であるロキの席を用意させる。そして、アース親族とすべての神々に差しれ、ただ一人あそこに控えるブラギを除いてはといったロキに、対して、ブラギは、寛大に馬と剣と腕輪を示して、 神々を怒らせたり、逆らおうとするべきではないと悟すが、ロキは、神々と妖精の中でブラギは最も臆病な男だ、と馬鹿にした。ブラギは、ここが、広間の外であれば、ロキに罰を与えてその首を手に下げていることだろうと言い、ロキが、ならば、外に出て戦おうと挑発するので、ブラギの妻であるイズンが、ブラギに対して、オーディンの養子と争わぬように、 ロキは口を慎むようにといさめるというくだりが存在する。17世紀のアイスランドの写本 AM73842 に描かれたブラーギ。スカルド氏のエイリークルの言葉では、ブラギはバルハラにおいてエイリークケツオノオを迎えるとされている。また、ハーコンの言葉においても、ブラギがハーコンゼンオを迎えるとされている。ブラギについて、 旧世紀のノルウェーで活躍したスカルドのブラギ・ボッタソンが神格化された存在だと考える研究者もいる。しかし山室姓はブラギ・ボッタソンが神とされるには時代が近すぎることからこの詩人が神のブラギの名前を名乗った可能性を挙げている。ブラギはオーディンの息子とされている。しかし山室姓はブラギの名前に司法第一人者という意味があること ブラギがオーディンと同じく、長髭の神と呼ばれることなどから、ブラギとオーディンの類似性を指摘し、ブラギはもともとオーディンの名乗った名前の一つであったが、後世の詩人によって独立した別の神として扱われたと考えている。ありがとうございます。